水壁に近い状態になって、そこから下ってこうやってスラブっぽくなるんです。なのでまずビレイ自体がそもそもこの水壁に近づきにくいです。ここまでがの時点ですでにリスクが伴うっていうのと、あっちこっち打つと氷が破壊されていっちゃうので、ひびが入っていっちゃうので、ピンポイントに同じところに打ち込むことを集中して、もっとちゃんと打った方がいいですね。オッケーオッケー。そいつセンターに足上げる。足上げる。もうちょい、ちゃんと打っちゃい。オッケーオッケー。いいですね。つま先もっと上げた方がいいですね。そう。そうですね。いいですね。こっちでいいか。うわ、腕の力じゃなくてもっと自然に慣性力で叩いた方がより良い。はい、むずいな。はい、戻ってきた。お疲れ様です。